見回りやら取り締まりやら私のキャラじゃないけど、カラス天狗として生まれた以上は弱っちい人間たちを守ってやる。人間は私にとって大切なかも。いや、賭け事の相手だしね。いくら飛んでも深い森に小さい村ばかり。見回りなんてやんなくていいんじゃない？何をふぬけたことを言っている。人の少ない田舎だから見回りをしているんだ。つつましやかに暮らす彼らは怪異から身を守る術を持たない。だからこそ妖怪の中でも力を持った僕たちカラス天狗が主としてか弱い人間族を理不尽な脅威から保全しなければならないんだ。ああ、はいはい、その説教を耳にタコできるほど聞いたわ。それならば初めから素直に見回るのがお互いにとって最も賢い選択だろう。変わらずお堅いやつ。とにかくこの村も平和みたいだし、早く次行って終わらせちまおう。いや、ちょっと待て。あそこの畑にいるのは人間じゃないぞ。妖怪、鬼が畑を荒らしている。あそこの畑、ああ、本当じゃん。なんかちっこいのがいるな。何がちっこいって。変なところに反応するなって。あのちっこい鬼のことを言ってんだって。うわ、確かに。だが小さくても力は変わらない。用心するに越したことはないぞ。なんか面倒くさいなあ。本当にあいつを倒さないとだね。ああ、これも強い妖怪の役割だ。それと鬼相手の純粋なパワーで言うなら僕より君が適任だ。でもさ、それほど大事じゃなくない？あれくらいなら見逃してあげてもいいと思うんだ。小さくてかわいそうだし。かわいそうか。君のそれは面倒だから戦いたくないの間違いだろう。ことないって。君にやる気がないのなら僕が行く。こうしている間にも大切な作物が荒らされているんだ。これ以上の狼藉は見逃しておけない。ふにゃ、ちょっとちょっと、ご飯中にいきなり何なのって、カラス天狗？人間が精魂込めて育てた野菜を貪る鬼め、この僕が許さないぞ。こんなにたくさんお野菜があるんだし、ちょっとくらいいいじゃん。なるほど、やはりと言うべきか。話して通じる相手ではなさそうだな。なになに、僕はとやる気？するわ、決め手にかける。そんな軽い攻撃じゃココアさんは倒れないぞ。拮抗してるな。こうなった以上は私も行かないと後が怖いか。へっへー、それで全力なの？ココアさんはまだまだ元気？
てタフなんだ。あれれ、もう疲れちゃったの？それじゃあそろそろこっちの番だね。アキソ、随分と遅い参戦じゃないか。下がっている。いい手の熱。いい手だって。僕たち二人がかりでも倒せないのに、なんとかできるのか。もともと荒事で勝負なんてらしくなかった。私が得意な勝負だよね。もうわかるだろ。ああ、そういうことか。悔しいが僕でも負け越しているからな。あの鬼が乗ってくるかどうか。なーに、絶対に乗ってくるさ。なんせ花札がとっても楽しい遊びだからな。そうだよ。え、とっても楽しい遊び。やるやる。ここは楽しいこと大好き。よしよし、そうこなくっちゃな。ほら、ルールを教えてやるからあっちに行こう。なるほど。そういえばあの鬼はずっと遊びたがっているような様子だったな。だが、あの自由気ままな鬼が花札のルールを覚えられるとは思えないのだが。愛札だ。満月の札もらうよ。この札がこの月だから、イノシシの札もーれい。これでココアのところにイノシシと鹿が揃ったから。イノシシと鹿？イノシカ町には1点足りてないけど。今日のご飯完成。は？いやいやいや、おかしいだろ。いつから大食い勝負になったんだ。落ち着け花火。そもそも花札は食べ物じゃないぞ。それとこれは大食い勝負というよりも髪を食す美食勝負って例えた方が適切だ。アキさん、なんだ、さては面白がってるだろ。だって3回勝負して3回ともこの調子じゃないか。しかもお互い真面目に。それにほら、
周りを見てみろ。周り？って、いつの間に村人たちが。ココアの活躍見てくれてたんだね。どれも新鮮つやつや美味しそう。ねえねえ、カラステングの子たちも一緒に食べようよ。ああもらうよ。いや、ココアだったか。ん？何？マビパンピン。待って、何その間抜けの名前。だって、ココアとマビパンピンとアキアキはお友達でしょ。だからね、あだ名で呼ぶの。アキアキ…いや、まあいい。ココア、こうしてもらったものを食べるのはいいが、人の畑を荒らしたらダメだ。約束してほしい。にゃあ、また遊びに来てくれるならいいよ。人間に追いかけられるより二人と力比べしたり花札で遊んだ方が楽しいもん。そうか、ココアは初めて会った時から遊び相手を見つけたような目をしていたが、畑を荒らすのも構ってほしいからだったのか。ありがとう。君が約束を守ってくれる限り、僕たちも暇を見つけて遊びに来る。本当？やったー！それじゃあね、お腹いっぱいになったら、今度はココアが考えたやつで一緒に遊ぼうね。遊び場があるのか。そもそも遊び場ってのは何なんだ。それはついてからのお楽しみ。本当はアキアキも連れてきたかったけどね。今日はいろいろと用事があるんだってさ。やっぱりアキサがいた方が良かった。そんなことないよ。ここはナビパンピーと一緒に遊びたかったし。ココアがつけたあだ名が好きじゃない？ココアのこと嫌い？そういうわけじゃないけどな。分かったよ、もう好きに呼んでくれ。あ、ついたよ。ほらこのキノコ、これを食べると面白いんだ。食べるってこれを？なんか変な色だし、なんていうかエロい形してない？大丈夫大丈夫、ココアはいつも食べてるし毒とかじゃないにゃ。それなら、なんだこれ、体が、そこが熱くて、ひとたび羽ばたけば嵐を巻き起こすのがカラステングさ。そこらの妖怪に遅れを取ったりしないけど、だからって人間を守るのも結構面倒なんだよね。
なんだよ、ジロジロと。そんなにカラス天狗が珍しい？ふん。そんなに気になるなら、羽をかけて勝負しようか。人間のベッドは髪の毛50本からね。悪くないだろ？ちょっと、どこ触ってるのさ。気をつけなよ。これで私がうっかりあんたを空へ吹っ飛ばしても、正当防衛で済むんだからね。